自分がトリアンダーの間でボールを受けてターンをする前を向くっていうのはやっぱりすごい自分の強みでもありますし、あとはゴール前でのイメージアイデアっていうのは自分が特に自信持っているところですね。やっぱりイメージがあるときはそのイメージに習ったボールの置き方とかボールの運び方をすればいいと思うし、まあ、味方を助けるためにと言ったりしたらやっぱりシンプルにプレーするべきだし、やっぱりアイデア出すのはゴール前が一番すごく、楽しくなってくる、考えても楽しくなってくるし、まあ、見てる方も多分ゴール前っていうのは一番ドキドキする場面だと思うから、まあ、そういうところでやっぱりすごくイメージを持ってボールを受けなきゃいけないかなと思ってます。自分としてはやっぱり相手ディフェンダーの間で受けてターンして、まあ、シュートっていうのはすごいいいイメージだと思うんですけど、まあ、そこに複数の選手が絡んでくるとよりイメージの脅威じゃないけど、まあ、ゴール前でのワンツーとかもそうだしフリックとかもそうだし、まあ、そういうのが出てくると、まあ、すごい楽しくなってくるというか。じゃあ次どこに入れそうかなとか、次ここにボールが来そうかなとか、やっぱりそういう予測をやっぱり目の前にいるディフェンダーより早く考えなきゃいけないし、やっぱりそのマークする方もやっぱ簡単にプレーさせないように考えるわけだから、まあその選手との駆け引きとかオフザボールの動きとか、まあ、すごいいろいろやることいっぱいあると思うし、まあ、そういうことを考えて、あとはまあボール持ってる選手の状況によってやっぱりサポートしなきゃいけない場面もあるだろうし、そういうのを考えて、その状況でその場面場面でやっぱり最高の判断ができる選手がいいかなと、何にしてもそういう判断ができる選手が理想像です、まあ、それはもうちょっと詰めとけば、まあ、なんとかゴールってのはないと思うけど、やってる限りはそういうところを目指したいですか。